皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。海外チームの夏の移籍市場が活発だけど、7月21日から J リーグでもついに、夏の移籍市場が開かれる。毎年この時期は活発に動くチームが多いので、どんな選手が移籍するのか楽しみですね。それと並行して、高卒大卒組の来シーズン以降の獲得内定も各チームは目指しているんだけど、今回珍しい移籍というか加入情報があったんだ。どんな情報ですか？明治大学体育会サッカー部に所属する U22 日本代表フォワード佐藤ケインがブレイメンと契約を締結したことを発表したんだ。ブレイメンってあのブンデスリーガのブレイメンですよね？そうだよ。ドイツの古豪ブレイメンのトップチームでは過去に奥寺康彦、大迫勇也がプレーしたよね。J リーグを経由せず、いきなり海外に移籍するんですね。しかも、2023年8月からの加入になるから7月で大学サッカー部を退部して海外挑戦ということになるね。佐藤は明治大学の10番を背負っていて、大岩剛監督率いるパリ五輪世代の U22 日本代表メンバーにも名を連ね。昨年9月、今年3月のヨーロッパ遠征にも選出された。3月のヨーロッパ遠征ではドイツ戦、ベルギー戦で2試合連続ゴールを決めるなど好アピール。来年の五輪本大会メンバー入りも視野に入る逸材なんだ。ブレイメンのスカウトが日本の大学サッカーまでスカウト網を広げていることにびっくりしました。佐藤は U23 チームに加わることになり、強化担当の責任者であるクレメンス・フリッツ氏のコメントも公式ホームページに載せられ、以前から彼のことをネットワークを通じてマークしていましたし、U21 日本代表でも集中的に視察していました。と、獲得までの経緯が明かされた。また、佐藤のポテンシャルに関してフリッツ氏は、とても機敏でフィールドで捕まえるのはほとんど不可能。彼のインテンシティと試合中のアクティブな動きは非常に高い。そのため、我々にとって非常にエキサイティングな選手だ。と高評価。獲得に至った喜びを伝えている。また、佐藤自身も、2023年シーズンよりブレイメンに加入することが決まりました。歴史と伝統あるクラブで自分の夢であったプロになることを実現し、プレーできることを非常に嬉しく思います。また、この内定に際し、今まで関わってくださった皆様、学校関係者、仲間、家族に深く感謝を伝えたいです。初の海外挑戦で、不安なこともありますが、臆することなく貪欲にチャレンジしていきたいと思います。と、コメントしている。大学サッカーから、直接海外に移籍するなんてとても珍しいですよね。そうだね。大学から J リーグを経由せず異例の海外移籍を果たしたケースは、先週大学からケルンに移籍した現在名古屋グランパスの長澤和樹、流通経済大学からシントトロイデンに移籍した現在横浜 F マリノスの小池雄太、早稲田大学からインゴルシュタット U23 に移籍した現在 FC 東京の渡辺龍馬などがいる。大学サッカー経験者も海外で活躍できる時代になりましたね。そうだね。カタールワールドカップの日本代表メンバーにも、大卒でプロ入りした選手が9人と割合が高くなっている。長友佑都や伊東純也、三笘薫や上田綺世など、確かに大卒で活躍した選手たちが選ばれていますね。以前は高校、もしくは J リーグユースからダイレクトにプロになるのが成功への近道という価値観が強まり、10代のエリート選手はこぞって18歳の時点でプロへの道を選ぶようになっていた傾向があったよね。それがカタール大会で急に大卒が9人ですか。それだけ大学サッカーの地位が高まっているんでしょうね。JFA の反町康晴技術委員長がその背景について、高校やユースからプロになって1年間で90分出場した試合が一つもないという状況はかなり頻繁に見られます。才能ある選手が公式戦から遠ざかるという現状は芳しいことではありません。そこで、近年はあえて大学に進んで試合に出た方がいいと考える選手や指導者が増えてきた。大学側も選手のレベルアップのために努力していますし、その成果が大卒9人という形になって現れたんだと思います。と、説明していた。高卒ですぐに活躍できる選手は減りましたよね。最近だと FC 東京の松木玖生でしょうか。高校卒業のタイミングは、プロに進むための最初の分岐点だ。高卒でプロの門戸を叩く方がいいのか、それとも大学サッカーを経験してからがいいのか。今の時代は大学サッカーのレベルが高い。18歳から22歳くらいの選手にとって、最も重要なのは試合を数多く経験することにある。試合の中で見つかった課題に、練習で改善に取り組み、次の試合で成果を試す。このサイクルが成長につながっていく。若い選手の成長は早いですからね。このことから、J リーグも公式戦出場の少ない若手選手に実践機会を提供するため92年からサテライトリーグを実施したが、
各クラブの経費や運営負担の増大などが問題視され、9年に一旦中止されてしまった。その後は地域ごとに育成リーグを実施したり、J3 に U23 チームを参加させたり、21歳以下を対象としたエリートリーグをスタートさせたりなど、関係者間で若手成長への取り組みが続けられてきたが、結果はあまり出ていないという状況にある。だったら大学に行って、しっかりした環境の中で大学リーグや大学選手権などの公式戦に出て、力をつけた方がいいですね。それが今の大学サッカー経験者の活躍にもつながっているだろうね。ブライトンの三笘も川崎 U18 時代にトップ昇格を打診されたというが、今の自分はフィジカルも弱く、プロでは通用しない。大学で力をつけて4年後に再チャレンジしたい。ときっぱり拒否し、あえて筑波大へ進んだのである。大学では学業にも精を出し、文武両道を貫いたそうですね。三笘のサッカーの攻撃に関する卒論も有名です。子供の頃からプロサッカー選手を夢見てきた選手たちにとって、高校卒業を前にしてプロクラブから声がかかれば、入団に気持ちが傾くのも当然だ。私だってプロになりたいわら。もし、声がかかったらすぐ気持ちが傾きそうです。でも、本当に大切なのはプロ選手になるではなく、プロとして試合に出ること。名の通った J1 クラブの方が成長できる環境にあると錯覚するかもしれない。もちろんそれが正しい選択かもしれない。しかし、キャリアの形成を考えれば、J2 を選ぶのも一つの手だ。J2 は新人選手にとって J1 よりは試合に出場しやすく、試合を通じて成長のサイクルに身を置きやすいメリットがある。この成長サイクルから飛躍を遂げた代表例が、日本代表の古橋亨梧だ。古橋も大卒で最初に入ったチームは J2 の FC 岐阜でしたよね。その通り。中央大学を出てプロキャリアの出発点は J2 の FC 岐阜。そこで全試合に出ながら遂げた成長がヴィッセル神戸の目に留まって J1 にステップアップし、今ではセルティックで大活躍するまでになった。彼にとどまらず、ここ数シーズンはいい選手が J2 から J1 へ引き抜かれるのが当たり前になっていますね。ただ、大学生の国際大会であるユニバーシアードからサッカーが19年限りで消滅したこともあり、大学の環境も変化しつつある。それについて反町技術委員長は、ユニバーの男子がなくなり、大学生の国際経験を積む場が減っているのは事実。今後、どうしていくべきかという点に頭を悩ませています。と、懸念している点について語っている。ユニバーシアードって最近聞かなくなったと思ってはいたのですが、なくなっていたんですね。ユニバーシアードがなくなったことにより、育成年代の海外遠征自体が難しくなっている。ヨーロッパに追いつきたいと思っても、陸続きで移動が容易な彼らと海に囲まれた日本を比較すると、明らかにハンディキャップがあるのだ。そのマイナス面を何らかの工夫で克服し、三笘のような知性と賢さを併せ持った選手を大学から輩出できるようになれば、日本はもう一段階飛躍できるかもしれない。佐藤ケインはそんな選手になれそうですね。その通り、U22 日本代表のヨーロッパ遠征では、追加招集という立場の中、2試合を通じて2ゴール1アシストの活躍で期待に応えたが、まだ U22 日本代表の主力と呼ぶには時期尚早だと思う。思い返せば、三笘もそうだったよね。筑波大学から川崎フロンターレと進んでプレーしていた頃は、東京五輪を戦うチームの中でも絶対的な存在ではなかった。それでも東京五輪に出場、ヨーロッパに移籍しても経験値を高めて一気に上り詰め、カタールワールドカップでセンセーショナルな活躍を見せた。確かに、佐藤はまだ絶対的な選手ではありませんね。これはブレイメンでの成長に期待しましょう。佐藤は同じような未来を描けるか。高校時代は目立った活躍は見せられなかったかもしれないが、大学で一気に才能が花開き、世界へ羽ばたこうとしている。今後の佐藤の活躍には注目しておこう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。